はい、アートテラートニーのそろそろ美術の話を。この番組は私アートテラートニーがアートに関わる方をゲストにお迎えしてトークを繰り広げるポッドキャスト番組です。本日は同伴画家の山城亜美さんをゲストにトークをしていきたいと思います。はい、ということでご出演いただきありがとうございます。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。山城さんとも関係がだいぶ深いと言いますか、はい、長い長いですよ何年もう知り合って10年ぐらいは経ちますか。10年経ちますね、うん、そうですね。どこで出会っ、うん、なんか若手の作家が何人かいる。そうですね、三越、うん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 、日本橋三越、うんうんうんですかね。でなんか僕がトークするみたいな、はい、そうそう、あのアートテラートニーさんのトークショーって見ましたり、なんだかわかんないとか出てきてその時ちょっと初めて、うんうん、いやいやそれはもちろん、はい、もちろんちょっとアートテラーっていう職業があるんだっていうところからその頃はでもしかもバイトやってたし、あ、そうなんですか。多分コンビニで夜勤を週3でやってた頃で、多分その時からの多分知り合いで、はい、はいはいはい、でなんか断るごとになんかそうそうそう、まあ多分三越で出会ったんだけど、はい、山城さんが結構主戦場にしてる、はい、あの青山画廊さん、銀座の、はい、そうそう、青山画廊の山田社長と仲いいのもあるし、なんかそれもあってこう、はい、なんか要所要所で お会いするというかね、そうなんですよね、展覧会見たりしてる関係性だし、そうそうそう、あとあの本人にも言ってますけど、あの作品を2点購入持ってて買っていただいてそうなんです。僕のだから机のところに今作品が1点いつも見てる状態。そう、うん、誕生日にご購入いただいたっていうトニーさんの自分の誕生日に買ったんだっけ。あ、そう言ってましたそうかそうか、自分へのお祝いで、はい、そう、そういう関係性で、だからいつかこの番組出てほしいなと思ってたんですが、いやありがとうございます。実はねちょっと前にあの僕が主催してるオンラインサロンのゲストにも出ていただいて、はい、1時間の予定が1時間半ぐらいずっとそうですね、なんかあれこんなに喋ってていいのかなってちょっと時計を見ながらうん、うん、そういう関係性なので、もう今日は満を持しての出演ということで、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まあ一応肩書きというか自己紹介をって言われたらどう答えるんですか。はい、まあ一応版画家と言ってはいるんですけど、まあ油彩も描いてはいますね、うんうん、版画は版画でも銅版、銅版画で、しかもこの番組では以前ですね、はい、2023年の8月のアーティストライブトークのね4回目に池田敏彦さんと木谷義明さんというお二人がちょっと特別編で登場していただいて、この時にもいくつか銅版画の技法を紹介していただいたんですが、山城さんその中エッチングとか、はい、この時エングレービングとかその辺が出てきたんですけど、はいはい、山城さんはジャンルとしてはメゾチントですいやこれがちょっとそう笑っちゃいけないんだけどなかなか選ばない、すごいこう、ね、大変な技法を選ばれてるっていう ね、 そこですよね、はい、意外といないですよね周りに。そうですね、うん、少ない感じ。まあ、メゾチントっていうと、はい、あのまあ、僕はよく行く美術館でミュゼ浜口洋蔵っていうね、はいはい、山佐コレクションの浜口洋蔵さんで知ってるから、はい、そこで、はい、こんなに大変な技法なんだって知って、そう、こんなことを現代でやる人いるのかなと思ったらその時にたまそのイベントでその若手作家のうちの一人がメゾチントをやってるっていうか、はい、なんかとんでもない人だなって思った印象がすごい強くて。そうですね、うん、そのなんかね最初のなんだろう、うん、絵を描き始めるというか彫り始めるまでの段階にえらい時間を使うっていう、うんまあ、技法なんですよね、うんうん、いやちょっと今回多分初めて聞く人ももちろんいらっしゃると思いますので、はいはい、ちょっと改めてメゾチントってどういう風にやっていくか、はい、ちょっと手順を教えていただけたら嬉しいです、はい、とメゾチントは、うんまあ、あの黒の技法とも言われていて、うんまああのまあ、まず真っ黒い面を作るところから始まるので、うん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 、その真っ黒い面を作るのが、うんまあ、そのベルソーとか、うんまあ、ロッカーとか言われる道具を使っていくんですけど、うんうんうん、これがこんなんだろうなんて説明したらが難しいけど、うんうん、まずだから銅版画があるじゃないですか、はい、銅版画の銅版、はい、ここに一般的にはこうまあ線を引くと、そうですね、そこが線引いたところは黒になるわけですね。溝が黒くなる、
普通に考えるそうが銅版画なんですけど、ってことはだから一般的には白地に黒になる。そうですね。普通のあのまあ、うん、エッチングだったりエングレービングだったりは、うん、まあ白い面ツルツルの面に、うん、あの線を彫っていって、うん、そこにインクが詰まって、うん、まあ白地に黒のものができるって感じだけど、うん、まあメゾチンとは逆で、うん、まああのカッターで作ったりもするんですけど、うんうんまあ、カッターで作る際は、うん、まあ例えばあの 5×5 の銅板があったら、うん、もうそこに隙間なく、うんまあ、縦にびっしりカッターの線を引いていく、うんうんうん、それを、うんまあ、縦横斜め斜めを、うんまあ、全部でだいたい16方向ぐらいで線をいっぱい開けていくとそこに詰まるっていう理屈だから、はい、そのたくさんの線で黒い画面に埋め尽くすっていう発想ってことですよ ね。もうだから手で触った時にこう、うん、ザラってなる感じの面を、うんまあ、まず作って、うん、でそれで黒い面ができて、うん、そのザラザラを削り取っていく切りみたいな道具で削り取っていって、うんうん、白い部分、まあ、光の部分を、うんまあ、彫っていくっていう技法。もう一回戻すってことですね。白くしたいところはっていう。そうなんですよ。わざわざ黒くしてまた戻すんですよ。いやもうそのめちゃくちゃめんどくさいし、なんでそんなことするんだろうっていう。しかもこれあれですよね。この技法はもう廃れちゃったんですよね。一回。そうなんですよ。なんかね、うん、あの昔写真がなかった時代に、うんうん、まあ印刷物に肖像画を載せるために使われていた技法らしくて。でもうあの写真ができてきて一度廃れて、うんまあ、それを、ね、先ほどおっしゃってた、うん、あの浜口洋蔵さんとか長谷川清さんとかが、うん、あのでアートとして復興させたっていう、その日本人がフランスに行って、うん、そのフランスの廃れた技法をすごいじゃんすごいですよねでもこれ、うん、理屈を今聞くと凄さが分かっていただけると思うんですけど、うんはい、なんですよね、そうしかもあとだから一般特に日本ではあんまりそこなんだろうその凄さが伝わりづらいのが、うん、日本は木版画の国だから、ね、木版は黒地に白ですもん ね。彫ったところが白くなるわけじゃないですか。ハンコとかと一緒だしっていう。そうだから黒地に何かあってもまあ、木だったらできるってことですもんね。そうですね。それがあんまり多分感動は薄い、うん、そうそう、でもだからさっきの 5×5 センチって言ってましたけど、うん、そこにこう線を引いていく作業、はい、これ大体どれぐらいかかるんですか。 5×5 だったら、うん、なんかちょっとやっぱずっとやってると手が腱鞘炎になるんで、まあ 2、3 日ちょっとこう、うん、開けながらやりたいなって、いろいろちょっと作業挟みつつでも2、3日もただただひたすらその版を作るための時間、はい、そこから始めていく。そうですね、あのもう写経みたいな修行だったの。いやだから銅版画家っていろんな、ね、エングレービングやってる人とか、はい、エッチングとかやる人がいるけど、やっぱりちょっと中でも特殊じゃない。そうなんですよね、うん、そのね描け始めるまでのその負荷がすごい、うん、描かせてもらえないっていう、なんかこう、でもさすがに面倒くさいなよりもやっぱりやってる、はい、選んだ以上は意外とその作業も好きだったりはするんですか、はい、なんかだからやっぱあれなんですよ、あの写経と一緒なんですよ。なんかみんななんであんなことやるんだろうって思わないですか、うん、あ写経自身はいやでもまだなんかこう書いてる文字も違うし、やりたいと思わないけど、うん、まああのメゾチントのその線を引けってそのベルソーとか使ってやってろっていうのと、写経だったらまだ写経の方がまだやりがいある感じがするけど一緒なんですかそれ。いやなんかだってずっと、うん、まあなんかね、例えば同じ般若心経を何枚も書いたりする人とか、うんうん、あ同じだなって思いながらじゃあ結構やってる時は無になるんですか。あ多分そうですね、無に。へえ、これはでもやっぱりその、はい、やればやるほどこう線が増えていくわけじゃないですか、はいはいはい、でなんとやればやるほどその黒い色は深くなっていくんですか。そうなんですよ。だから私はまあ16回、うんやってるけど、うん、もっとやってる人は30何回やってるとか聞くんで、やばいです。あの変な話、うん、
その最初から線引いてるやつとか世界堂とかで売ってないんですか？はい、あるんですよ。あ、あるんですか？あるんですよ。あるんですけど。それじゃダメな。なんか機械でやってるらしいんですよ、それは。うんうんうん、で結構そのメゾチントをやってる人でも黒が違うんですよ。うんうん、ああ、インクが違うからじゃなくて。インクは違うのもあるけど、いや、なんかその、彫った、うん、質感、彫った後の質感というか画面の質がみんな違ってて、うんうんうん、だからそれは多分その人の目立ての癖なんですよね。その、ですね、あ、それを目立てっていうんですね、その作業。あ、そうです、そうです、うん。さっきのその黒くしていく工程を目立てっていうんですよね。で、その、まあ、一般的な人だったら、うんはい、まあ、黒字の部分はそんな見なくて、うん、まあ、モチーフは見、そう、まあ、モチーフ見てこう作風こうだなとか思うかもしれないけど、はい、もうやってる人がするとその黒い字の部分で、あ、誰々さんだなとか大体分かるあ、この人こういう人なんだそれはちょっとすいません深い話すぎてちょっと何とかなのか分かんないんだけどそれは色調が暗い色か明るい色かだけじゃなくて、はい、そういう段階だけじゃないですか。またちょっとなんか質感が違うんですか、ね、質感違うんですよね。ザラッとしてるなとかテカッとしてるなみたいなこと。いや、絵が違うんですよ。なんかもう不思議なんですけど、山城さんご自身は自分ではどういうその、はい、いや、なんかだから結局、うん、私は自分がスタンダードだと思っちゃってるから、うんうんうん、なんかあ、なんかこの人は自分とはこういう風に違うんだなっていう目線でしか、うん、まあ見れないですけど。でも違うんだ。違うで、いますね。雑だと思ってます、自分。あ、そう、はい、いや、でも、あれね、アンミカが、ね、はい、白が200色あんねんみたく言ってたけど、じゃあ、その、メゾチントの黒はもう200色以上。黒はやばい。やばいぐらいやばい。アンミカさんが見たら。やばいと思う。すごい、すごい数あると思う。じゃあ、それは、例えば、うん、その、まあ、違うわけじゃないですか、人によって。はいはい、山城さんがモチーフによって、うん、ちょっとこれはこういう感じの黒字にしとこうかなとか、これはもう少しこうしとこうかなっていう、はい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 、その自分でも変えたりはするんですか？なんかその、うん、字は一緒なんですけど、うんうん、インクはやっぱりこう、あのこの絵はこうちょっとこう寒色系の、うん、ほうほうほう、あの黒がいいとか、うん、なんだろう、ちょっと、うん、ちょっと昔を思い出しそうな感じのセピアがかった黒がいいとか、うん、なんかこう一応黒も全部作ってます。え、作ってるんですか？だから普通のに売ってる黒をそのまま使ってる版画はないです、うん、うーん、あ、調整してる、毎回調合して、何か色混ぜたりとかしたり。そうです、だいたい3色ぐらい混ぜて黒を作って。へー、めんどくさいことさらにだから、はい、作品見比べてみると違う。違いますね、結構。一個一個が。そうなんです。うわ、この字の作るだけでも大変なのが、はい、これでちょっと皆さん伝わっていただけたと思うんですが、はい、じゃあここにまあモチーフ、うん、まあちょっとモチーフの話はこの後別に改めてするとして、うんうん、じゃあなんかモチーフ書きました。はい、じゃあインク、どう詰めるってことですよね、インクを。そうですね。で、その自分でご自身で作られたやつをどうしていけばいいですか、今度は。まあ、彫って作って、うん、で、うん、まあ、そこにヘラ、ゴムベラで私はインク、うん、黒インクを詰めて、うんうん、まあ、寒冷舎。寒冷舎。寒冷舎。多分これはもう全部の銅版画共通なんですけど、うんうん、寒冷舎っていう、なんだろう、ガサガサしたガーゼみたいな。はいはいはい。あの、レースのカーテンみたいな感じの。なんかですね。遮光カーテン、今ちょうど見えてるんですけど、なんかああいう感じじゃないですか。あれとは違う。もっとね、うん、目が粗いんですよ。へー。でも、うん、あの、格子状なのが見えてるぐらい。ほうほう。や、柔らかいんでしたっけ？ちょっと。なんかね。張りがある。ちょっと。腰があるみたいな。そうそう。ちょっと硬めで、うん。ものすっごい細かい網戸みたいな感じです。なんかあれ、普段何に使うやつなんですか？それで、なんでしょうね。僕も確かにその、メドチント体験を山佐でやらせてもらった時に見ましたけど。はい。はい、カシャカシャして。カシャカシャ。そこでしか見ないもの。そうですね。私もあそこでしか見たことない。じゃあ、あれは画材屋さんからで売ってるんだ、うん。画材屋さんか、まあもしかしたら布屋さんでも売ってんのかもしれない で、ね、で、そのじゃあ寒冷舎を、うん、で、こうゴシゴシしていくみたいな。そうです。インクを、あれは、うん、まあ半分は詰めていて、うんうん、で、あの、余分なものは拭き取っていくっていう。はあ、はあ、だから多分その目が粗いのは、拭き取って中にこう入っていくために、うん。なるほど、なるほど、なるほど。インクを引っ張らずに。でもあまりにこう、だからインクが残っちゃうと今度べちゃっとなっちゃうから、いい感じで減らしたいんだ。減らしたいんだ。うんうんうん、拭き取っていって、うんうん、
まあ、そこにさらにあのもっと細かい、それこそさっき言ってたちょっとツルツルのカーテンみたいな、うん、例えば人権っていうの、人権、そう、それでどういう字を書くんですか、まあ、絹ですか、そう、人、絹、人の絹、うん、なんで人なんですかね、人が作った絹あ、人工の絹ってことなんですか、蚕じゃなくて、そう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 、あ、はい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 、なるほど、なるほど、そう、うんうん、多分そう、それで、うん、こう、まあ拭き取っていくというか、磨いていくというか、画面を、まあ、あ、なんだっけ、人権、うんうん。これ使って。そうですね。寒冷舎で拭き取れなかった粗い部分を、うん、まあ人権でツルツル。ほう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 。で、はい、いよいよじゃあ、プレス機に入れる。そうですね。で、なんか、まあ、普通のエッチングだったりは、うん、まあそこでプレス機いけるんですけど、うんうんうん、メゾチント、うん、もう黒と白の際に結構インクが溜まることがあって。ほう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 。そのままでもいけるんですけど、やっぱりちょっとこう、ぼやっとした印象に。モチーフがぼやっと、輪郭線の部分というか、そうですね、ぼやけちゃう、まあ。気にしなければ気にならないんだろうけど、うん、まあ一応ちょっと緊張感を持たせるために、うんうん、毎回、際を爪楊枝で全部拭き取る、うん。まあ、そうなん。細かい作業はそこにあるんだ、もう一回また。そうなんですよ。だからその、まあ、1枚するのも、うんうん、まあ、結構ね、その、印刷的に考えてる方も、やっぱすりっているけど、ちょっと大きめの絵で、いろんなモチーフがあったら、うん、それを結局全部白の際って、爪楊枝でやってるんで、なんか一枚するのにも結構時間かかってるんですよね。でもこういうこと知らないと、はい、まあ版画じゃんみたいな思われちゃいがちじゃないですか。なんですよ。なんかやっぱり一般的にですよ、はい、なんか一点物は素晴らしく、版画は複製物で、なんか版画かってちょっとこう下に見られがちだけど、やってることは、普通に考えたらドローイング、まあもちろんドローイングもね、そう大変だと思いますけど、ドローイングで線引く、一本引くよりは、だって結構な手を抜く。結構ですよ。そうっすよね。結構ですよ。うわ、それをやってるんだ。そうなんです。で、やっと次に行ける。はい。うん、で、まあまたさらに、ちょっと、うん、そのまますると、うん、結局その目が、うん、なんだ、メゾチントって結構細かいので、うん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 、それがそのハネミューレ、ハネミューレっていう紙に、うん、ハネミューレ。ハネミューレ。ハネミューレ。っていう、うん、まあ用紙なんですけど、うんうん、ちょっと厚みがあるから銅版画でよく使われている紙で、うんうん、まあそれだと全部の表情をすり取ってくれないんですね。うん、ああ、紙が厚い分、なんか、なんだろう、目が荒いというか、だから、その、なんだっけ、眼皮紙っていう、うん、よく日本画で使うやつですよ。です、で、うんうん、薄い和紙なんですけど、うんうん、それを、大和糊で、銅板の方に貼り込んで、ほうほうほう。濡らして、うんうんうん、こう、貼り込んで、まあ、糊、余分なのを取り、はい、で、プレス機の上に置いて、はい、さらにその上にハーネミューレ置いて、うん、ローラーにゴロゴロって撮る。え、最終的に作品はそのハーネミューレに移るってことですか？そうですね。ガンピシはどこ行っちゃうんですか？ガンピシが結局ハーネミューレに貼り付くんでしょ。ああ、そうなんですか。そうです。じゃあ僕ん家にある作品もが、はい、うまくやっちゃったら、はい、ガンピシだけペレピッと取れる。あ、そうなんだ。そうなんです。でももうそれが分かんないぐらいプレス機でもう圧かかっちゃってるから、はい、分かんないんだ。なんか、うん、こうちょっとこうなんだろう、画面がつるっとしているというか、うん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 、ベルベット調というか、うんうんうん、だかそれは、眼皮紙を一枚かませているから。これは、一般的なメゾチントはみんなそう、はい、それとも、山城さん流編み出したやつ？なんか、細かくやってる人とかは結構使ってる人がいるかな。うん、じゃあ、浜口洋蔵とかってやってない？いや、浜口洋蔵さんやってない気がする。あ、じゃあ、そうなんだ。そうなんです。めんどくさいことしてます。そうですね。しかも、その、なんか、このまま教えてもらったの、プレス機がだから結構の圧かかる。そうなんですよ。じゃないですか。古いんでね。うん。すごく。足で。
ハンドルをこう回す。もう、すごいですよね。すごい力作業ですよね。で、だからなんですけど、それを、だから俺知らなかったけど、その、はい、その最初に、本当は実は、その目を、目立てする前にもう一個やる作業があるんですよね。あの、プレートマーク。プレートマークっていう。これだから、半の、同半の四隅、四つの面という、四辺を斜めに切り落としていくというか、削っていくっていう。そうですね。なんだっけ。ヤスリ的なものですか。ヤスリ、そうです。ヤスリ、金ヤスリで。ヤスリ出なかったんですか、今。あ、そうです。カーネミューレ出たのか。そんなに使わないから。そうです。ヤスリで4、それなんでそういうことするかっていうと、だから、本当に、本当細かいけど、横から見たときに、はい、多分最初の段階だと、何もしないと、四角く、だからこう、段差ができてる状態。なわけですよね。0.8 ミリの半を使っているんですけど、うんうん、そうするとそこにブレスかかるとその段差に引っかかって紙が破ける可能性がある。結構破けます、うん、だからここに斜め線を入れると、はい、そう斜めの坂道を作ってあげる、作ってローラーがその上に行って そして坂道を下って向こうに行くようにすれば圧に負けないというか、そのためのそれも自分で、はい、それも全部自分で、おそらく作家の方みんなやってる、うん、だからそれも版画の版買う時にはなってないんですか、それそれでみんなそうしたいだろうに、ね、ですよね。あ、じゃあその版を作る会社作ったら売れるか版画が御用達になるのか、 ありそうですけどね。でもなんか山城さんはその作るのも結構楽しい、はい、私はその工程が多分一番好き一番好きなの。一番好きですね。一番最初にやる作業ってことですか。そう、いや、私は、うん、まあ、目立てしてから最後に。な、じゃあそれはちょっと目立て終わったっていう、うん、なんか喜びも加算されてるんだ。そうなんですよ。やっとこの作業に入る。なるほどなるほど、はい。で、ようやくだから完成する。はい、そうなんです。で、1個の版からだいたいどれぐらい。エディションというと、はい、今20、うーん、だからそれ以上吸ってくると、うん、まあ、すごい刷り師の方とかが刷れば、うん、きっとそれ以上刷れると思うんですけど、うん、まあ、なんとなくやっぱりこうちょっと黒がもやっとしてきたり、ああ、もうやっぱ圧でやっぱりダメになってきちゃうもんな、うん、そうですね、うんうんうん、圧とやっぱ寒冷者の摩擦、はあはあはあ、そのあたりでやっぱり、うん、どう、そんなに強くないので、うん、で、かなりそのメゾチントって細かいから、うん、溝も浅い、その、うんうん、グラデーションを作れるような、うん、まあ、技法なんで、うんうん、やっぱりちょっとそういうグラデーションが少し汚れてくるので、まあ同じ作品としては出せるのは、うん、まあ20分までかなっていう。え、その後、その版はどうしてるんですか？一応、うん、あるんですよね。ないないない。何そのなんかふわふわふわ。どうしたらいいかなと思いながら。普通どうしてるんですか。なんか一般的な。もう、うん、それ以上擦れないように、うん、それこそ罰って傷をつけちゃう作家とか。もう十なら十しか作んなかったよって証明のためにもあって。はいはい、うん、とかもう穴開けちゃう人とか。じゃあもう同じに作れないように、はい。そうそうそう。それはしない。やっぱり心が痛む。なんか銅版の方が結構綺麗なんですよね。まあ、なんかたまに、うん、そのこっちの、うん、こっちのがいいねみたいなこと言われることたまにあるんですけど。それも本末転倒なの。そうそう。なんかまあわかるなみたいな。うんうん、ちょっと、うん、なんかこうね。うん、やっちゃえずにいるところはあるんですけど、じゃあ未だにじゃあ ずっと制作してきたものを残してある、はい、一応残ってますね。なんかインク詰めて、うん、固めて、うん、展示とかしようかな。あ、でもそれ見てみたいです。え、でもちょっと話戻すと、20個作るじゃないですか、はい、20番作る、はいはい、なんかその変な素人考えだと、はい、1番の方が、はい、近い方が価値が高いと、はい、思ってしまう気がするんですよ。なんか番号が若ければ若い方、はいはいはい、うん、でも1のエディション1を集めてるっていう人はいますね。うーん、たまに。これはでも関係ないですか、あんまり。そんなに、うん、そうですね、なんか
個人的におすすめなのは、うん、3以降からなんか10ぐらいまでのすりが安定してきた、うん、ちょっと今一瞬いいですか、はい、自分ごとで、はいはい、うちの2なんですよ両方一番1でもないし安定もしてない、ね、なんかそんなのをもらったの安定するよみたいな時ですなんか分からずに若ければ若い方がいいかと思いきや、ね、意外とそうなんだ、ね、そうですね、うん、なんかやっぱり、うん、なんだろうインクが、ね、最初こう詰まり始めはそうかそうかそうなんですよ確かにやっぱこう安定してきた方がこなれてきた方がねそうそうそうあの、まあ、絵としては安定はするけど、うん、まああのフレッシュさは前半が、まあ終わらね、M1 もそうですもんね、はい、トップバッターはなかなか優勝できないみたいなこと今慣れてきたあたりがねちょうどいいですからあの温まってくる感じなんでしょうねでもこれ聞いたことによって多分皆さんもねこう選ぶ、はい、それでも指定できるんですか買うときあーでも、うんあんまり指定はされたことないですね。そうかそうか。だいたいまあ展示してるやつはそのまま。うんうんうん。なんかたまにそのエディションすごいいっぱい作ってみたいな、うん、なんかこうそういう版画の企画だったりとかある時は受けたかなぐらいですね。うんうん、でもよくなんか。例えば、まあ、水浜口さんもそうですけど、うんうん、浜口洋蔵自身が吸ったやつ、自分で取っとくやつもあるじゃないですか。はいはいはい。作家用 AP。AP。AP、AP、はいはい。そうですね。あれ何の役なんでしたっけ ?AP。アーティストプリント。あ、そうか。あれは一発目なんですか一枚目。やっぱりその安定してきたいい感じのやつを自分用に取っとく。結構最後の方かもしれないです。山城さんの中で AP を持ってって、はいなんでぼやかして持ってないやつもあるかもしれないあんまりいらないんですかだから半、はい、がいいから半の方でいやまあでも、うん、いやでも最後の、うん、最後のやつ取ってるかな、うん、なんか AP って入れずに、うんうん、なんかこう売り切らずに最後の取っとこうかなみたいなしてるかもしれない。でもこれはちょっと版画家の特権というか、油彩だともうなくなっちゃうね。なくなっちゃうじゃないですか、はい。だから作家がどんだけ自分で気にしたら本当売らないっていう選択しかないけど、そうですね。版画家はそれはちょっといいですね。それはできる。だからあの油彩を描き始めたのがここ3、4年ですけど、あいなくなるんだ。っていうことに気づいて最初びっくりしましたあそっかみたいなそっか当たり前のことのようだけど版画歴が長いからそうなんですよ多分ね、うん、その10年近く版画ばっかりやってて、うんうん、あそうか絵って売ったらもうなんかこ壁めっちゃ埋まってたのにうん、うん、あ作品、うんうんうん、いやまあね出ていてくれないと困るんですけど、うんうん、次がねそうね、はい、これ聞いて山城さんのためにじゃあもう絵買うのやめとこうなんて言われちゃうねめっちゃ困りますめっちゃ困るいや確かにじゃあちょっとここからはいよいよそのじゃあ、はい、まあこれで皆さんメゾチントの技法が大体分かった、はい、ところで、はい、山城さんの作風というか、はい、モチーフはどういうものをモチーフは、うん、まあ結構日常で目についたものとか、うんうんを描くんですけど、うん、まあ大体なんかこうモチーフというよりも描きたい感情みたいなのが先にあって、うん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 、なんかそれをモチーフをいろんなところから集めてきて、モチーフを組み合わせることで、まあ私の中でこういうそういう感情を形にするというか、そういう感じでやってるんですけど、うんうんうん、まあ、ね、女の子よく出てきますよね。うんうんうん、動物とか、ね、猫とかね、猫とか、猫はすごい出てくるんですけど、うんまあ、そんな好きじゃないんですよ。あ、別に猫が好きだから猫描いてるわけじゃなくて、はい、そのまあ表したい感情の、はい、そのなんか代弁者というかモチーフとして猫を選択してるっていう。なんか猫ってこうちょっと、うん
人っぽいというか、うんうんうん、なんかこう怪しい生き物感のイメージがあって、うん、だから私が描く猫全然可愛くないんですよね。確かにとか言っちゃいけない。別に可愛いと思って描いてるわけじゃないからですもんね。そうなんです。アイコン的な感じ。そうですね、うん。なんかこう怪しい何か、うん、何か何を考えているのかわからない生き物みたいな。うんうん、少女はなんか自身のこう投影だったりはするんですか。なんかやっぱりちょっと住んじゃってるんだろうな、うん、感は。住んじゃって、心の中に。うん、はい、多分、住んでるかなみたいなのちょっとありますよ。だから、例えばそのモチーフを、なんか書き溜めとくんですか、はい、やっぱりだから画家と違って、書きながらやっていくなんて、到底この技法じゃできないわけじゃないですか。うん、そうですね。うん、でも、だからもう、要するに制作し始めるときには、うん、もうだから掘り始めてるときには、もう頭になきゃいけないですもんね。そうですね、うん、あのすっごい簡単な感じの絵を、うん、絵というかまあエスキース、うんうん、あ本当にもう、うん、なんだろう本当にもうなんか、うん、こんなぐらいの今ちょうど台本に書き始めましたけどなんか本当にこんなぐらいのやつをなんかこういうことを、ね、アーティストの方がこんぐらいのって言いながらやったら、はいはい、そうは言ってもこんぐらいじゃないだろうと思いきやこんぐらいの絵が俺でも描けそうなやつが本当にこんぐらいの本当にこんぐらいのものを描くんだ最初、はい、こんなイメージっていうのがこう頭にできてこのぐらいのを描いて、うん、で次その銅板に直接もう鉛筆、うん、で描いてで面がザラザラだから、はいはいはい、メゾチンとはそうです、うんうん、描けるからこれがだいたいあのこういう感じに、はいはい、これはあの後ほどあのホームページ、はい、番組ホームページ上げさせていただきますけども、はい、そのじゃあ今台本に書いたスケッチは、はい、まあ今本当にこんな感じですけど、本当にこんな感じのですけど、はい、その銅板に書くときにはもう本番に近いというかぐらいのものは書くんだ、ね、そこにそこにもう急に直接こうなります。うーん、今これ紹介してもらってる絵は真ん中に少女がいて、はい、その上を月が、はい、三日月から半月になり満月になりまた三日月に戻るのがこう、はい、上をこう描いてるような感じですけど、はい、これはどういうイメージなんですか。まあ、なんか、うん、なんだろう、一個の、うん、なんか一個の世界にいろんな時間が存在しているような、うんうんうん、なんか追走っていうタイトルを一応つけたんですけど、こういうのはその制作、はい、例えば個展があるから制作しなきゃなのか、それとも普段からこう考えてて、はい、あこれ制作いけるかもってどういうタイプなんですか。どっちもなんですけどまあでもやっぱり普段考えてることを、うん、落とし込むというか、なんか、うん、あのやっぱりモノクロの世界という特に黒の世界だから、はい、こう一見こうネガティブなようなイメージがあるかと思いきや、そう、まあ、多分それ作品もしかしたら山添さんなんかやるかもしれないですけど、はい、僕があのお迎えした作品は、はいはい、あのミルクティー、はいはい、ミルクティーのカップのところに、はい、ちっちゃな牛が入ってる、まあ、もしくは牛がでかくてカップがでかいのかわからないですけどそのまま直でこうミルクが入るとか、そうですね、あとお見かけ前に見た作品だと、はい、そのコロナ禍でソーシャルディスタンスでブレーメンの音楽隊が、ね、普通は 4つの動物がこう重なる、はい、縦に重なるのが、はい、ソーシャルディスタンスしてるとか微妙に離されてて、うん、全員ちょっとしょんぼりしてる顔の動物だからなんかちょっとそのユニークというかユーモアがあるなっていう印象があるんですけど、はい、それは結構意図的にちょっとこう、はい、ユーモ面白い方がいいなと思って作ったりするんですか。いや、うん、なんかそんなもう本当にパッと思いついたやつを、うん、そのままやっちゃってるんですけど、うんうんうん、まあ、内容は、うん、まあ、画面が黒いだけで、うん、多分そんな暗くないんですよね。実際はってですね、はい、暗い絵って思われがちなんですけど、うん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 、意外と、うん、意外と明るい絵描いてるんです本人的には見えないんですけどねだからそうダークな印象とかそうだから多分今喋っていただいて、はい、多分皆さんイメージが分かってきたと思うけど、はい、喋んないとなんか山城さん暗い人なのかなと思う。あの本当に、うん、でも逆に、うん、
その喋らずに会場にいたら、うん、あすごい作品の雰囲気そのままだねみたいなこと言われるんですよ。だからなんか、うん、でも喋っちゃうと、うんうん、ねーみたいな、なんか喋んないとねあれなのにねみたいなこと言われるからそういうことなんだろうな。でも俺も最初は、はい、その作品だけまず見てて、多分その10年前の仕事の時に、はいはい、で多分アーティスト写真とかも、はい、アーティスト写真も結構アーティスティックな感じじゃないですか。これ藤井恵子みたいな人が来るのかなと思ってて、はい、なんか振っても答えてくれないのかなと思ったら、やっぱそう意外とめっちゃ喋る。じゃあ作風もやっぱそっちなんですね。そうですね、うんうんうん、あの中身出ちゃってですね。じゃあ結構基本的には明るい気持ちの ものを書いて、そうですね、うんうん、なんかもうあの比較的、うん、まあやっぱりそのなんだろう、暗い気持ちを込めた絵って暗くなるじゃないですか、うんうんうん、いやまあいいんですけど、うん、全然そういうのがねこう好きな人も全然いるし、うんうんうん、でもなんかこう割と、うん、作品を通してコミュニケーションを取りたいと私は思っている方なので、まあやっぱこうなるべくニュートラルな気持ちでこうしゃべりかける、語りかけるじゃないけど、なんかこうそういうのが作品から出てるといいなと思いながら作ってます。でもまあ僕は本当その山城さんの作品のファンというか好きだからあれですけど、でそういう気持ちでやってたら、はい、本当にすごい率直な意見で言うと、はい、じゃあ色使えばいいよくないと思うけど、はい、そこはあえてその色を使わずに黒でいくっていうのは何かあるんですか、こだわりみたいな。なんかまあ、うん、元が、うん、まあ、最初大学に入った時に油彩をやっ、うん、油彩科で入ったんですけど、うんうんうん、まあ、油彩ってやれることがありすぎて、逆にね、逆に、うんうん、もうなんかこう何をやったらいいのか選択することが多すぎて、そうなんです、うん、もうどんな、もうどんな色でも使えるし、何でも描けちゃうし、うんうん、幅が広すぎて、うん、自分が何を伝えたいのか、うん、何をやりたいのかっていうのが分からなくなってきてたところに、ちょうど同伴を、うん、まあ授業でやって、うん、あ、すごいシンプルだなと。逆に、その、なんだろう、そぎ落としていくことで、うん、あの、伝えたいものが絞られるというか、うんうんうん、なんかこう人間何でもやっていいよって言われたら、うん、何やればいいかわからない人結構多いじゃないですか。確かに、だから俳句の論理ですよね。五七五って言われればなんか考えやすいけど、自由律俳詞みたいなのをみんなやれって言われてもどこから手つけていいやらみたいになっちゃう。そうなんですよ、うん、やっぱこうある程度の制限の中で、うんうん、まあ、やっぱこう見えやすくなってくるものっていうのがやっぱその黒の世界、シンプルだからこそ、うん、なんかこう深いというか入り込めるものがあるなっていうのは。なるほどね、はい、でもそれは確かに受け取る側もそうかもしれないですね。そうですね、黒一色の世界だからこそなんか他のものがカラフルだといろんなこと考えて、色のイメージとかも足されちゃったりとかするけど、はい、でも、うん、私も割とそうなんですけど、うん、見る側の人も勝手に色が見えてくれるらしいんですよ。あ、はあ、はあはあ、モノクロだけど、うん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 、なんかまあこう夢とかでもモノクロで見る人とカラーで見る人ってなんかいるらしい。はいはい、らしいらしい。でも実はモノクロなのにカラーに見えてるとか、うん、実はカラーなのにモノクロに見えてるとか、うん、もしかしたらなんかこうあるのかもしれないなと思ってて、うんうん、なんかもう結構それと一緒で、うん、なんかこう見てくれる人の受け方って結構モノクロってかなり幅が広がるんじゃないかなってなんかちょっと思って、確かに、なんかそう言われて、その、はい、メドチントで、あの、何度も話してる浜口洋三さんも好きで、はいはいはい、浜口さんはまたちょっとさらに変わっすごい人だから、うん、カラーメドチントって言って、その4倍ね、はい、その版を赤、青、黄色の袋で4回やってるからもう異常者だと思うんだけど、はい、あれはやばい、で好きなんだけど、はい、確かに、あの浜口洋三さんの作品は4色使ってカラーメゾチントなんだけど、うん、はい、よりモノクロな感じがする。で、山城さんは一般で、はい、ね、版としては黒だけなんだけど、はい、まあ家に飾ってあって毎日見てるかもしれないけど、はい、山城さんの方がカラフルに感じるわ、確かに。なんか不思議なんですよね。本当だ。そうか。黒の世界の可能性というか、うん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 、まあでも、
ね、あのカラーはカラーでやっぱり、うん、ね、あのその色で伝わる魅力みたいなのもあるんで、うん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 、それもまあ好きだから、まあ、油彩も、ね、うん、やっては見てるんですけど、うん、ここ最近で、ね、油彩にも今チャレンジしててっていう、やっぱりね、うん、その黒の世界っていうのも確か面白いものがあるなと。そうね、そう言われ、はい、で近々山城さんがなんか展覧会があるということで、はい、ちょっとその告知もここから行こうかなと思うんですが、はい、いつあるんですか？そうですね、3月29日金曜日から、うん、はい、4月6日の土曜日まで、うん、あと大阪の淀屋橋にある音画廊、うん、おつと書いて音画廊、はい、そうなんです。で、個展が、はい、個展、大阪ではこれまでもここはやったことはある？結構何回もやってて、うん、それこそ大学ぐらいの時に声をかけられたんで、うんうん、やっぱ10年近い。おえへえ。結構毎年のように何年かに。そうですね、数年に1回ぐらいで。当然新作展みたいな形。まあ、うん、そうですね、新作展の時もあるし、うんうん、まあ、今回、まあ、去年制作した分とかも合わせてっていう感じで、うんうん、まあ、同伴メインの、うん、まあ、油彩数点、うんうん、持っていこうかなと。せっかくなのでどう、はい、まあ、どの作品もね、はい、おすすめだと思いますけど、はい、この作品特に見てほしいっていうのはちょっといくつか、うん、さっきの、うん、お見せした月のやつ、うん、はいはいはい、あれ一応新作で、うんうん、あれ、はい、見てほしいなっていうのと、うんうんうん、まあ、あと、積み木の中に、うん、積み木のお城の中にうさぎがいる絵もあの、まあ、ちょっと気に入ってて、うんうん、はい、それとこれこの前そう、はい、僕画像でも見させて、多分実物もなんか積み木のもの見たと思うんですけど、はいはいはい、あのこれ上げていいですか、ホームページ。大丈夫です、ね、あのぜひ皆さんに確認していただきたいんですけど、はい、木目がもう異常ようこれを本当に銅版画で木版画じゃないのに、そうなんですね、木目がすごいですよね、はい、ちょっとあれは、はい、木目好きですね、うん、床の木目も一個一個ちゃんとですもんね、はいそ、はい、そこはちょっとぜひ皆さん同伴、はい、だからん普通に考えたらそこ掘ってるだろうと思うけど逆ってことですもんね、周りを掘ってそこを白く残してみたいなって考えてみると大変ってことですよね。そうですね、周りがまあ黒で、うんうん、そうですね、白いところを掘っていってる、うん、木目じゃないところを残し白くしていくってことですもんね。木目が黒だから。そうですね。ねそうですそうです。いやマジで見たら気が遠くなるよ。で、それをやってる別にその木目を見せたいわけじゃなく、はい、まあね、メインはそのモチーフというか、ね。そうですね。うん、なんかあの狭くなったお城に、うん、まあいつまでもいるウサギ、出ていく勇気が。なかなか出ないっていう、うんうんうん、あのうさぎを描いている絵です。これはどこから発想したんですか？それこれ、うん、タロットから。ああそうなんですか。そうなんですよ、あの塔、うん、タワーのカードの、うんうんうん、なんかこう意味合いみたいなところから一応持ってきて、うん、なんかなんだろう、それが、うん、まあ、壊れることによって、うん、次の物事が始まっていくみたいな、うん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 、その壊れることは、うん、あの必ずしも悪いことではないみたいな。なるほど、はい、うんうんうん、だからそのうさぎのお城のタイトルも、うん、崩壊は始まりの合図だと、うん、はい、積み木の絵なんですけど、うんうんうん、そういう重たいタイトルです、ね、そう、かわいいけどね、見た目かわいいけどいろいろと込められてるやつとか。でもなんかそれはやっぱりその、はい、制作に時間がかかるから、はいはい、なんかノリでは作れないじゃないですか。多分結構考えて考えてやらないと、ね、はい、まあもったいないですもんね。そうですね。あの制作時間も限られる。版作るのにちょっと時間た、うん、ね、かかっちゃいますからね。うんうんうん、でも例えばやってる最中に、はい、もう少しこうした方がいいなとか、はい、例えば絵画だったらできるじゃないですか。はい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 、同伴画の場合もできないんですか？すっごい前半であれば、うん、目立てし直すっていう方法があります。
それすごい前半であれば、はい、たまにはあるんですか、そういう時も。たまにあります。うん、でももうそういうわけにも基本はしたくないから、結構始める前の段階で綿密にこう、はい、例えば女の子描くって言ったら、じゃあ女の子はどんな服着てるのかとか、はい、どんな髪型してるかとかも、だからもうすごい考えなきゃいけないので、ね、そうですね、最初に一応もう版に直接下絵を描いて彫っていく、うん、ただ、うん、あのでもそのなんだろう、部分的に、うん、部分的に見立てをし直すっていうのも頑張ればできるんで、うんうん、たまにもうどうしてもこう顔が気に食わないみたいな、うんうんうん、どうしても可愛くないってなった時に、うん、あの頭から上だけ全部見立てしてもうあの首ない、首制作中の、はい、それの姿はだいぶ狂気的だけど、ね、まあまあしょうがないよね。そうで、そこを上からやり直すっていうことはたまに、うん、でもやっぱちょっと半弱くなっちゃうんで、うん、そうか、やりすぎない方がいい、なるべくやりたくない。なんかあのそれこそその少女の作品がいくつか見て、はい、ね、見させてもらってるけど、はい、なんか基本無表情というか、はいはいはい、あまりこう笑顔とか怒り顔とか感情がないような印象を受けるんですけど、はい、それは結構意図的に、はい、なんですかね、うん、でも本人的には笑わせてる、はい、なんか笑顔にしてるとかはあったりはするんですか？嬉しそうとかはあります。うん、でまあ無表情っぽいですけどね。あんまりだからこう分かりやすく笑顔とかにはさせない。ならないですね。ただ、うん、一度にっこりさせた絵を描いたことあるんですけど、怖かったですよね。なんか逆にあ怖いなとはちょっとなりました。そうか。やっぱ黒い画面の中でニコって笑ってると、うん、まあちょっと恐怖な、ちょっとホラーっぽくなっちゃう。はい、嫌いじゃないんですけどね。うんうんうん、はい、その辺はちょっとだから抑え面にしてるんだ。そうですね。はい。まあ、そのうちもね、うん、あの出したいと思います。うんうん、ニコっとしてるやつ。例えばそう、あともう一個思うのが その、はい、それこそ作風がいろいろとあるというか、はいはいはい、こうだからなんか例えば画家とか、まあ、版画家もそうだと思うけど、はいはい、お気に入りの題材とかあったら、はいはい、何度も擦るじゃないけどね、あんまりそういうタイプじゃないですよね、山城さん。そうですね、なんか私自身も飽きるというか、うん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 、なんか、うん、同じこと考えてても仕方ないなというかうん、うんうん、なんかなんですかね。まあでも飽きるんでしょうね。やっぱりでも自分の中でもか、うん、ここ例えば10年間やってきて、はい、変わってきたなって思うところはありますか？やっぱり、うん、あの、もう1年前の自分は別人だと思ってるんで。へそのでも1年前と全然違うって、はい、その、ごめんなさい、こうずっと追ってきて見てるけど、はいはい、そんなに僕はそこまで大きく変わってる、はいはい、あ、本当ですか。喋ってても本人いつもの通りだしというか、はいはい、いつも通りだし、はいはいはい、でも自分の中でこういうとこ変わったなって思うとこって、例えば去年の自分とこも違うな、なんだろうな、でも、うん、やっぱりそのやっぱ考え方の中心みたいなところが、うん、移動してきているというか、なんというか、なんだろうな。でも、うん、以前よりも、うん、まあちょっとこう、自分を信じて描けるようになってきたかな、という感じはあります。それはどう、具体的にはどういうことですか？こういうこと、こういうことを自分だったらできるから難しいことにチャレンジしよう、みたいなイメージではなくて。うん、結構、うん、まあ今もそうなんですけど、うん、絵を描く際にすごい迷うんですよ。うんうん、なんか、その絵を描く人って割とこう簡単に描けるみたいなイメージがあるらしいんですけど、はいはい、もうなんか、うん、もう吐きそうってぐらい、うん、割ともう描くまでに迷って、うん、もう毎回描くの怖いし、うんうんうん、いや、本当にできるんだろうかっていう、うんのでその、うん、書いてる時間よりも、うん、書くのを迷ってる時間の方が長いんじゃないかなっていうぐらいなんですけど、うん、割とそこが、うん、なんかこう、うん、スッといけるようになってきたというか、うん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 、去年、去
去年分からなかったことが少しずつ分かってきたじゃないけど、うん、すごい抽象的ですよね。いやいや、でもそんなに悩だからそう、もう絵、うん、自分が描けないから、はい、絵描ける人はもうバンバン描けるのかなと思って、全然描けないですね。それはうまく描けるかなっていう悩みなのか、ちょっと、はい、なんだろう、アウトプットしたものがやっぱり内面のものだから、はい、人にちょっと見られると恥ずかしいじゃないけど、そうですね、こんな絵描いてていいのかなとかもあるし、まあもちろん技法的にも、うん、こうなんかこんなんじゃダメだよなっていうのは、うんうん、結構毎回なるし、でもその悩んで選択するときに、はい、もうなんか分かんないですけど、その特にこの技法がね面倒だって話を今日ずっとやってきたからあれだけど、はいはい、まあ、こっちの方が楽だな、はい、こっちにしちゃった方が例えば1個モチーフない方が楽だし、はい、楽だなと思って選択することはある、さすがにないんですかそれは。いやでもどうだろうな、まあ、背景が黒のままの方が楽っちゃ楽なんですよ、うん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 、ただ、うん、うわここグラデーション欲しいなとか、うん、まあなんかこう思いついちゃってからだったらもう、うん、あもしこれこっちの選択してなくて、うん、そうね、うん、あの後々、うん、すごい後悔したら嫌だなって思うので、ああまあ一応やります。もうめんどくさいなって分かっててもやるんだ。けど、はい、うわ、えちなみに今更ですいません、はい、なんかその版を作るのに数日かかるって話だったんですか。はい、そのモチーフ描き始めてからどれぐらい描けてるんですか。あ、でも描き始めてからの方が短いかもしれない、うんうん、そうか、悩む時間の方が長いから、はい、いざ始めちゃったらもう没頭というか、はい、うね、うんうん、あとはもう本当に版が常にあの光で反射している状態で彫ってるんで、うんうん、まあ、分かんないんですよ、大体どんな感じに彫れてるのか。そっかそっか、はい、なんかもう、ま、手のあ、うん、こ、あ、このぐらいザラザラするからこのぐらいの色かな、うん、みたいな、はあ、もうそれはもう長年培ってきてやってきたことが、はい、そうですね、うんうん、なんかもう本当にあとは試し刷りの繰り返し、うん、で、うんうん、やっと形になるっていう感じ。でもそれこそやりすぎちゃったらもう戻せないんですよ、はい、いやそうなんですよ、だからこうここぐらいかなっていうのに、なんかこう、だからブレーキをちょっとずつ近づけていくような制作方法なんだ。そうなんですよ。最初、1枚目刷った時、すごい、一回、ものすごいがっかりするんですよ。うんうんうん、あ、この作品ダメかもしれないってなって、うんうんうん、まあ、そこから調整して、2、3枚目ぐらいで、うんうん、いや、いいんじゃないかみたいな感じになってくる。そんだけでも悩みながら、調整しながらできてるんだ。はい。いや、でも改めてなんですけど、はい、本当にそのこの面倒な、はい、その制作でもこれでもまた次やりたいわけですじゃないですか。そう、それは何がそうさせるんですか、この技法なんですかね、うん、やっぱりその刷り上がった時に、うん、まあそれまで、うん、コツコツやったことが全部その画面にやっぱ出る、うんうんうん、瞬間みたいな、うん、それはやっぱり、わ、気持ちいいってなる。なんか、メゾチントって、うんうん、その、なんだろう、アクアチントだったり、うんうん、なんかエッチングだったりで、うん、ちょっと出る偶然性みたいなのとかってもうゼロで、やったことしか出ないみたいな。なるほど、うんうんうん。なんかもう、あ、努力したねみたいな感じの、が画面にこう、うん、ガッてもう黒と白みたいな感じで、出てくるのは、うんうんうん、やっぱりいいなっていう、はい、だからその逆のいい偶然もないってことだもんね。そうなんですよ。ね、悪い偶然もない反面いい偶然もない、いい感じになったこのね、なんかこう、うん、バグみたいなとことかないないからそう。で考えたらもうじゃあ全部が愛おしいんだ、自分の努力が全部ちゃんと形になる、ね、詰まってるんですよね。うーん、もう直接技法、うんというか、うんうん、そうですね。そうか、それはだから絵画でもできないし、他の版画の、はい、でもできない。だそれまでは、うん、だから反射する何かだった。土版のね、すごい見えづらくて苦労させられてた、なんか銅の板が、うんうんうん、あ、ちゃんと絵になってるっていう感じは、すごい。体験してほしいですね。それがやっぱでも自分には、まあ、山城さんの性に合って、
たのもあるんだ。そうですね。うん。うん、あ、そう、だからもともと、だから油彩を描いてた時にも、うん、大学最初油彩描いてた時も、白いキャンバスが怖くて、うんうん、最初黒に塗りつぶして、白で上から描いてたんですよ。光もう最初からそういう。最初から結構メゾチントだったから、あれ、これいつもの描き方と一緒だなって思って、うんうん、割とメゾチントはスッと入って。なるほどね。はい、だからメゾチントがあってよかったですね、そのように。本当にこの技法があったらよかったと思える人がいたんだもん。ありがとう、メゾチント。じゃあ改めて山下さん展覧会が、はい、3月29日から4月6日まで大阪の音画廊で。はいはい、開催されているそうです。ご本人も初日はいます。はい、はい、じゃあ関西方面でこれ聞いてらっしゃる方いらっしゃればぜひぜひ、はい、まあでもこのうちまた都内とかこっちでも、はい、予定はあるという、年末付近から都内は、うん、はい、ですので、まあこれは山城さんのホームページなり、はい、X なりを、はいはい、フォローしていただけたらなというふうに思います。はい、次回も山城さんをゲストに美術についての話を続けていきたいと思います。